現代音楽の今を聞く原音 Music of Our Time 2022/11月13日から12月25日まで、現代音楽の4つの演奏会、2つのコンクール、2つのレクチャーからなるシリーズです。12月5日の原音作曲新人賞本選会、弦楽器のアンサンブルをテーマに募集し、応募作品の中から予選を通過したご覧の入選曲を演奏します。入選曲の演奏後は弦音会員の作品を演奏し、その間に審査員3人による最終選考を行って、演奏会終了後に弦音作曲新人賞の発表と表彰式を行います。当日、演奏会の冒頭からご覧いただいた方には投票用紙をお渡しし、票数が一番多かった入選作を聴衆賞として表彰する予定です。弦音作曲新人賞本選会は12月5日東京オペラシティリサイタルホール、精神な才能が誕生する瞬間をぜひ共に体験してください。この演奏会は当日のライブストリーミング配信、後日のアーカイブ配信を実施する予定です。続いて第15回現代音楽演奏コンクール共楽15本選会、現代音楽の演奏の登竜門です。予選を通過した10組程度のファイナリストによる演奏を現代音楽の演奏のスペシャリストが審査します。会場は東京代々木上原の欅ホール、12月25日の開催です。弦音 Music of Our Time 2022、今を聴き今を作る音楽祭。